旅人町につけるおおおおおおな、だ、誰だ、誰だちょっと情報量が濃いぞ。うわ、腕組んどるなや。街の情報は、ゆり、腕組んどる。あんた見ない顔だな。腕組んどる。何、超魔を探してるって？超魔を言われた人ってあれだろ？ダイモントランプが進化したってやつ。どこにいるか俺も知らんが、俺っ子けど、小町の誰かが知ってるかもしれん。ここは世界中が食べて集まるからな。ええー、ちょっと待って。うおぉ歌うトーク、ゴールドたけし。やめてよ世界の民を取り寄せないで。このすごいね、大都会だよね。僕、田舎からで、僕っ子かよ。うおぉおしゃれ料理にフリーザねえねえ君、笑ったら聞いた瞬間、急に目が変になったんだけど。ハンバーガーって知ってる？不思議な国の食べ物なんだってさ。不思議な味らしいよ。でさ、あ、不思議の国とかね、これでね、あの、マップを解禁できるわけだね。あー、そうだね。マップを解禁できるのか。てか、俺フリーザと行かなくちゃいけないの？雪の国で雪男を応募して、これ雪の国と、あの、不思議の国のね、二人を解禁するってことになりますね。まずはマップを、解禁するために氷の大地、そして不思議の国の、お願いをね、解決するってことになりますね。でもちょっと納得いかんな。せっかくなんかさ、一緒に行くんだからさ、ちょっとそれっぽい人たちにちょっと変えよう、自分。うおねえねえ、君ほぼ型知ってるなんかさっきのと急になんか印象が変わったんやけど。不思議の国の食べ物ってさ、ファルコンパーンチ料理人って、でさ、不思議の国に行きたいんだけど、ちょっと怖いんだ。怖いわけないだろ、お前。ねえ、君連れてってよ。よっしゃ、行くぞ、キャプテンファルコン。キャプテンファルコン、一緒に行くぞ。で、これでね、雪山の国と不思議の国が解禁されるんで、まずはそこで情報収集をしながらね、超魔王情報を集めていくということになります。まあ、ここで急にフリーに動けんだけどね。じゃあ、まずはね、不思議の国から攻略していきましょうか。さあ、不思議の国。ね。お菓子とかが浮いてるっていうね、甘い世界って感じですね。さあ、こっからはね、まあ、魔王を倒してその先のバトルなんで、ちょっと変わるんですよ、いろいろと演出が。まず、簡単に言うと、エンカウントの演出が変わります。エンカウントしませんでした。見て見て、ティロ！変な色の空！さすが不思議の国だね。おとぎ話な感じだからね。雨みたいの実になってるよ。ほんとだ、舐めてみたい。樹液が固まってるのか。すごいね。不思議だね。感動してるよ、リーですもん。さあ、こういう感じですね。はい。青くなります。さあ、てってってでーん、てってんてってれん、てってれん。というわけでね、あの、BGM ファンシーになりますけど、ファンシーなんですけど、敵はそこそこ強いですよ。てか、パンって名前ないよね。パンってないよね、パンって。そう、基本的に敵もかなり不思議なんで、ちょっとね、世界観が迷子になります。正直言うと。まあ、敵はそこそこに強いんでね、気抜かずに行きましょう。まあ、ただ、まあ、魔王のステージほどいきなり強くなってるわけじゃないんでね、ちょっとさすがにこの4人のメンツも皆さん飽きた頃だと思うんで、パート的に考えて。まあ、メンバーちょこちょこ変えていきましょう。大魔王トランプをやっつけたよ。でも顔はさすがにね、そうだね、浮かないよ。あんまり喜べないね。うん。大会長岩田社長が、超魔王になっちゃった。僕をかばったせいで。ねえ、ティラ。あんまり落ち込まないで。あんら。おい、ハブたちで岩田社長を助けよう。あの、そういや、君。珍しくさ、なんか体験版の同期なのにさ、ピコ太郎全然出てねえな。お前次のタペに一緒に来ようね。できるよ、きっと。ん。ありがとう、みんな。うんうん。超魔王を見つけ出し。大賢者岩田社長を助けて。ミートピアに平和を取り戻す。新しい旅の始まりに、乾杯！いやーもうできればさ、2話章3章の仲間も喋ってほしいな。ん？お、アブさん！いつまでお疲れ様ですか？ご存知ミスタークイズマンアブさん。真のお宝を見極めよう。宝箱シャッフル。あーなんか、何？その、カードを混ぜるみたいなやつ？やばい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 。その動体視力が。でも Y ボタンを押すと実はこれね、このゲーム Y ボタンを押すと止まるんです。皆さんにちょっとお見せします。こっすいことしましょうか、僕。これ Y ボタンを押すと写真モードのおかげで、
まあ、写真モードのおかげで、これ、一時停止できたの。これ、つまりどういうことかっていうと、これをね、いちいち、真ん中、はい、左、真ん中、右、はい、右です。はい、右です。っていうことができます。乱用現金です。言わずとも、いざ予感、エクスポジョン、ドーンピコ太郎、はい、もう手伝おうよ。というわけでね、まあ、二人でキャリーしていくんですけど、リリア様が主火力。メガライトニング、いいねー。さあ、ここに来るとピコ太郎たちが頑張ってもらうしかないな。クール。主人公は外せないし、一人は必要なんですよ、どうしても。やっぱ、火力担当。ということでね、二人は外せないかなと。みんな、愛してるよさあ、頑張ってくれ、ヨッピーとピコ太郎。頑張れ、ヨッピー。いいよさあ、NPC 戦闘員、キャプテンファルコンはいっていう。キャプテンファルコンも戦ってるNPC 戦闘員が地味に面白いな。でかっ、スライム。まあ、物はいいよっすよね。スライムじゃなくて、スライムになるんだ。確かに目がでかいもんな。うん、物はいいようだなって今感じました、僕も。おい、リリア様、エクスポジョン、ドーンやることは一緒か。何ここ、さっきまで平原にいたはずなのに森になってるよ。さすが不思議の国。もはや何でもありなんだね。旅の疲れで険悪なムード、気をつけてよ。そっちこそ。また俺ピコ太郎と喧嘩しとる。もうじゃないんだよ。また喧嘩しとる。もうこの二人は。この前も喧嘩した。おおちょっとピコ太郎。ん？喧嘩行動。大喧嘩？え、何これ？いい格好させない。そうはさせない。え何をしとるんだ ?1!ちょ、2! ちょっと君たちやめろ。おお、巻き込まれたさ、敵の気持ち考えてよ。何今の喧嘩行動なんてあるんだ。基本的になんか片方が嫌うことの方が圧倒的に多くなっちゃうんですよ、このゲームの使用上。両方喧嘩するのは珍しい。見た?ごめん、見てない。今度は砂漠に行きました。もう、さっき森にいたのに今度は砂漠。さすが不思議の国。イラクーラ不思議って言われてもちょっと変化が大きすぎるよ。心の準備ぐらいさせてよね。プンプン。基本的にクリア後とかは特にそうなんですけど、あんまないんすよ、その、両方が嫌うのって、ストーリー中じゃないと。クリア後は片方が嫌うことばっかだからね、珍しいっすね。オッケーオッケーオッケー、また大喧嘩するのかなと思った。喧嘩行動の時はね、仲を直すがね、結構大変。てか、仲を直すはずのアイドルが仲を直せないからね。アイドルに嫌われると結構めんどくさいですね。いい格好させないあー、言っちゃった。改めてピコ太郎の行動。まあ、ちなみに別に意図的に、扇風機意図的に直すことはできるんだけど、ああ、いい格好させない、おい、こら、そうはさせない、おお、まあ、またやっとる、もう。やめ。またやっとる。何をしてるの、君たちは。この方がいいのかな、もはや。何？まさか。ああ、火力源が風邪ひいとる。もう、火力源。リリア、風邪が治るまで旅に出られません。かわいそうだけど、放っておいたらなれます。なんつう言い方そんねや。あ。ごめん。こっちこそ。え？ああー、え、嘘そんなざっくり、そんなざっくり。え、なんかもっとなんか感動的にやっていいじゃないの。ごめん、こっちこそ。その、双子どれ治る関係だったの？ちょっと待ったー。ん？アボさん、いつまでも遊び心忘れない。アボさん、また来た。知らないでもいいんだ、あれは誰かな。今日のクイズは、チラ見せクイズ。あー、チラ見せはシルエットがちょっと出るだけやでね、大丈夫だと思います。見出るんだっけ、これって。これさ、これもさっきみたいに Y ボタン使えば止めれるんですけど、一つ問題があって、
この手のクイズはウィッグやメイクが外れるんですよ。場合によっては詰むんです。大丈夫かな。ヨッピーや、それはヨッピーや、大丈夫やん。それはいけるよ。まあ3問ありますからね。どん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 このカーテンが狭くなってったりするんで、動体視力が鍛えられます。はい、リリア様だよ。でかいウィッグがあるからリリア様しかいないよ。はい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 、大丈夫ですよ。てかウィッグ付きじゃん。この問題ウィッグ付きなら絶対大丈夫だわ。ヨッピーじゃん。回っとったけどヨッピーやね。ウィッグ付きだったら絶対大丈夫だよ。よかった。襲われた時代も来んなかった。超難問出なくてよかった。何？うわ、ボーゴー。そういや、ハンバーガー探しに来たんだっけ？これがハンバーガー？いただきます。これパーティー今どんなの？うわー、えげつないパーティーやな。ピコ太郎、アンラ、クライカか。リリア様いないから範囲攻撃もできないしな。こういう時困るわ。とりあえずアンラも一応できんくはないか。よし、行くぞ、みんな。よし、とりあえずザコから落として、ハンバーガーいいんだけど。あ、いいね、範囲攻撃。激薬フラスコー！いやー、でもリリア様には見劣りする火力。おー、結構食らうな。40食らったけど。40食らってたよ、今。あ、痛い！結構食らうぞ。どうする？クライカが今から何するって話だよね。回復コード取るんだったら今下げる必要はなくなってる。待つか。パン。あ、危ない！よしよしよし、でも耐えた。あ、いいね、鼻息。クライカ何する？次自分回復コードは取れるけど。2回コードか。HB バナナ食べよう。ちょっと待って、お！そう来たか。いや、自分の回復技使いなさいよ、あなた。あなた自分の回復技使ってくれます？ハルナって回復職なんです、私と同じ。ちゃんと自分の回復技使ってほしいんやけどな。オッケー！ピコ太郎、相葉防殺ローよ。あんなもん！これでまあ、全開でしょ。よし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 。回復職なのに、花が回復しないのは いかがなものか。ハルナはまあ、安定打点取ってくれ。いやー、リリア様に比べと、見劣りする火力やな。うわー！何？お！食べるやつや。まあまあまあ、でもこれはしばらく。しばらくね、一人が行動できる。みんな、愛してるよ。ラブコールされた、ピコ太郎に。それ！何？メガフラワー！今か。花が咲くよー。おー！それをさっきやってく。見て見て！召し上がれ。え？お、え？うわー！激辛料理って。結構、しかもダメージ出たな。激辛料理。普通に殴るか。あんなを返せー！みんな頑張って！35。あ、自分でも結構食らうもんな。ピコ太郎。アンコール！オーケー！仲が治ったね。自分とピコ太郎の。仲が治ったな。え、メガキュア。ゴー！まだやってなかったの？メガキュア。そんなことしなくてもだって回復薬足りるもんな。よし、クレイが、あ、クレイがどうする？いけ！うおー、何をしとるんや。うわ、カスみたいな感じでとる。キャプテンポルコン、いけ。30で再び自分でしょ。いやー、どうしても火力が足んねえな。自分が一番火力あんのか。あ、アンラ帰ってきた、よかった。よし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 、強い。またか！あー、まあまあ、よかったよかった。自分やったら大変やでな。命令もできないし。ピコ太郎どうする？みんな、愛してるよー。愛を叫びたがるな、こいつ。暗いよー。見て見て！上回復料理。なるほど。そんなんしなくても自分で回復するのにな。まあいいや。結局自分が殴る方が早い。なんで僧侶が一番殴ってんだ？なんで僧侶が殴ってんだろう。とりあえずまあ、なぜか知らないく通常攻撃をひたすら打っている。おーい！避けて！避けろ！うわぁ！バナナ食っとるこいつ！回復すんのに。あ、クライカ出てきた。クライカどうする？うおー！回復しろっつうのに！
なぜ回復しないんだこの HP で。ほらもうアンラの HP ないよ、回復しなあかんってね。花の AI どないなってんの、キュアオール。花の AI がアホすぎる。ピコ太郎捕らえた。まあ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 、まあ、あー攻撃してくれー。君たち、スズメの涙みたいな回復しとるけど。ちゃんと攻撃してくれ、もうほら、もうよくわからん攻撃して、バーイじゃねえんだよ、お前。見て見て、誰？おぉせーの、あー激辛料理。アンラ40だもんな、デッドライン入ってるもんな。回復するか、さすがに。デッドライン入ってるもんね。おおっと珍しく焼き。キュア !77、キュアで77だもんな。まあ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 。大丈夫？お、アンラときめいとる、ときめいとる。よし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 。さすがに普通に殴ればいい。ほう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 。ピコ太郎どうする？アンコール！いいねー！それはいい。普通に殴れる。自分が殴るのが一番強いのかな。なんとも言えないけど。騎乗攻撃一回。騎乗攻撃！新しい技！騎乗攻撃3。行くぜー！せーの！あー、192！ 強いよ！なんで俺が戦士なの？